客様にとってですね、機械をより長く低コストで使っていきたいと、その上で非常に重要になってきますのが予防保全という試みです。この予防保全を行う上で非常に重要になってきますのが、機械の血といえるこの油の状態を監視していくというところで、このコンサイトオイルの開発きっかけになりました。サービスマンが機械から作動油を採取して、きれいな背景で新油と採取油を比較した写真を撮影してレポート作成していることがきっかけに一つとしてありました。現場では油の色の変化で油の良し悪しを判断しているのですが、人によって判断が異なることや、そもそも熟練の経験者でないと判断そのものが難しいという制約がありました。これに対し、何とか数値化して監視できないということから、センサーによる監視開発がスタートしました。苦労したのはデータの取得と整理ですね。弊社の純正オイルの交換インターバルというのは、作動油で5000時間、エンジンオイルで500時間なので、それらを評価するのにそれだけ時間がかかるというのが開発するときのネックとなっていました。実機データ取得後のデータもいろいろな影響によるばらつきがありますので、計測データはこうなるはずだという仮説を立て、それをもとに一つ一つ要因を整理して検証を行うまで議論・検討をいろいろとしたのが印象深かったです。実機適用の際は通信用にアルゴリズムを考える必要がありますので、これまで整理した結果に基づいてうまく当てはめるのに苦労しました。機械をより長く使いたいですとか、急なマシントラブルを防ぎたいですとか、あとオペレーションコストをできるだけ低減したいと、そういったご要望は全てのお客様に共通するものだというふうに考えております。そういった点で全てのお客様に使っていただきたいと考えております。人間でもですね、 MRI や CT というものを毎日行う方はいらっしゃらないと思います。一方で定期的な健康診断や日々の健康チェックといったものはどういった方でもされているというふうに考えています。それを今回機械で実現したかったと。オイル監視センサーによるコンサイトオイルは、人間でいうその血液を日々監視し続けていると、そういったイメージになります。機械のオイルを見るということは、かなり多くのことを教えてくれるものだというふうに考えております。今後先これから得られていくこのオイルの情報を活用して、まるで人間でいう血液検査のその DNA を紐解くようなものと同じような考え方で、よりお客様にとって有益な予防保全提案につなげていきたいなと、そういった部分を探求していきたいなというふうに考えております。